ようございます。ラブカワサキです。はい、はがきたくさんいただいているのでちょっとご紹介しますね。川崎生まれ川崎育ちの方からいただきました、はい、昨今の川崎の発展変わり具合は目覚ましく世界に目が向いている様子を番組で紹介してくれているので興味深く見ております、うん、地元密着の取材も好きですといただきました。ありがとうございま す, ありがとうございます。新春のスペシャル見ていただいたんですかね、うん、そうなんですかね、はい、多分キングスカイフロント僕らの現場に来ましたけど、うん、すごいことを研究してんだろう だろうなと思ったら本当にしてたね。すごかったですね。感動もんだよね。いやその技術がねどんどん世界で認められてどんどんね、うん、そう広がっていけばこれすごいことになりますよ。これから世界を引っ張っていく地域になるかもしれないですよね、うん、だから医療に特化してみれば困ってる人たちを助けれる技術になりますし、うんね、ちょっとね楽しかったですよ ね、これからが楽しみになりました。世界に誇る川崎ということでね、はい、じゃあ今日も川崎勉強していきましょう、はい、さあ今週も参りましょう。ラブ川崎スタートです。さあ、発展目覚ましい川崎今日は何が飛び出すんでしょうか。はい、プレゼンターはこちらの方です。はい、石原つみがお届けします。よろしくお願いします、はい、します。なんか雰囲気変わりました、ね、大人っぽくなった感じが気づきました。服装、 だろう、服装もあるんですけど、うん、髪をねちょっとね黒くしました。あ、それでだ。ちょっとほら清楚に見えるでしょ。元からすごく清楚。いや、黙んないでください。本当に頼みますよ。頼みますよって言ってるから、ね、頼まれちゃったよ。お願いします、はい、ということで今回お送りするテーマはこちら、輝けがむしゃら学生ダンス部編。はい、待ってました、はい、大好きです、ね、がむしゃら学生シリーズ、ね、今回が3回目なんですけれども、はい、第1弾は総合科学高校、はい、そして前回は向かいの丘工業高校の相撲部で、うん、今回で、ね、ダンス部。はい、はい、そうなんです、まあ、部活動や課外活動などで夢や目標に向かって頑張っている学生を応援しようという、はい、まあ、大好評の企画なんですが、です今回はですね神奈川県立川崎北高校のダンス部をご紹介したいと思います。なんかダンス部ってもうやっぱ今時だよね。いや、そうなのよ。本当ですか。いや、俺の時ダンス部はなかったから。ないです、全然なかった。私実は高校時代ダンス部でした。え、意外。ちょっとジェネレーションギャップってやつ、うん、完全ここ今線できてますよね。ここここできてない、できてない。いや、ダンスといえばだってさ、キャンプファイヤーの周り回るフォークダンスとかさ、マイムマイム的なやつでしょ。そう、ね、はいはいはい、あの好きなこと手つなぎたいって、つなげないと手前で終わっちゃったりするの曲が。青春。そういうダンス今日は。はい、いやはいだと違う。まあ、2012年からですね、実はあの中学校の保健体育でダンスが必修になったじゃないですか、うん、ね、なの で、まあ、すごく盛り上がってるということでして、うん、今回ですね川崎市内の強豪校、川崎北高校のダンス部の取材に行ってまいりました。 VTR ご覧ください。さあ、ということで宮前区にある川崎北高校へやってまいりました。どうやらですねダンス部が今練習しているそうなんですよ。早速お邪魔してみたいと思います。中風景ってなかなか見れないからね、大会ではね。ちょっと音楽が聞こえますよ。踊ってる。ちょっとなかなか川崎北高校ダンス部は現在部員50名ほどで活動しています。昨年の8月にパシヒコ横浜で開催された高校ダンス部日本一を決める第12回日本高校ダンス部選手権全国大会、まあ、いわゆるダンス甲子園で2人から12人編成のスモールクラスに出場し準優勝するなど川崎市の強豪ダンス部なんです。すごい高校じゃない。すごいんですよ、ね、まずはですねチームをまとめるダンス部の部長にお話を伺いました。でもこれだけ人数いるわけじゃないですか、はい、まとめの大変じゃない。すっごい大変です。やっぱり人数が多い分指示が通らなかったりして結構なんか入れ違いっていうかすれ違いも何回かあったりして、大会前とかチームに分かれてるんでそのチームリーダーにあの情報を伝えてそこからチームに伝えてもらったり分けて全部は見切れないもんね。でもその一丸となって頑張ってるってことですね、大会前とか特に、はい。昨年の全国大会で準優勝に輝いたダンス部ですが現在は 1,2 年生が主体の新チーム体制で活動しています。先輩から伝統を受け継ぎさらなる高みに向かって日々努力を続けています。先輩たちを超えなきゃいけないからね。そうなんですよね。
ちなみにダンス始めてどれぐらいですか？今11年ぐらい。11年？結構。待って、何歳？年長さん。年長さんから、幼稚園から。私で8年目ぐらい。8年目、めっちゃ経験者じゃないですか。頼もしいよね、でもね。ね、そうやっぱりさ、踊ってて、うん、見てる人とかがすごいなんか笑ってくれたりとか、楽しんでくれるところが嬉しいなと思って。彼女はダンスはその口で伝えれる部分っていうのがないので、それを体でどうやって表現するかっていうのがすごい魅力的だなって思います。個人戦のもあるんですけど、ダンスって団体が多くてチームワークっていうか。男子部員の鈴木さんに得意のダンスを少しだけ見せていただきました。これ、え、やって何、どうなってる、どういう動きになってるの今。流行ってる。待って、今何が起きてたの。流行ってるよ、流行ってる。待って、これメジャーな動き。しっかりなんです。すごいじゃん。じゃあなかなかできないってことでしょ。できる人、できる。できないです、やっぱり。これに関してはプロなんで。あ、これに関してはプロ。プロです。すごいじゃん。ダンス部全体を温かく見守っている顧問の原田先生にお話を伺いました。やりたいことをやれるのが一番だと思うので、逆に引っ込み思案の子がそれでもっと、積極的になったりだとか、積極的すぎる子も他の子の話を聞く姿勢を身につけたりだとか、そういったことを、やるように意識して指導はしているので、それに合わせて勝手にあの子たちがいいものを作っているかなという印象があります。みんなでいいものを作ってねっていう、いいものを作るために集まってると私は思っているんです。さあ、この後私も簡単なダンスの振り付けを教えていただきました。あつみチャレンジは後半の VTR でお見せします。足の向きはどっち見てるの。そのまま下ガニ股でいい。ぎこちなさそうだな、あつみチャレンジ。はい、ということでした。いや、なんかいいね、みんなで同じ目標に向かってさ、一丸となってやってる感じ。やっぱりすれ違って、ね、でもそれがあるからこそ一体感をまた生まれるんだろうね。でも先生の見方が好きで、やっぱりなんか好きなことにチャレンジして、やっぱりなんか聞く力だったりとか、だから人間形成の場でもあるっていうことでしょ。ありますよね。本当先生何も言わないの、それがやっぱ素敵だよね。見守ってる感じで、人数が多いからこそこうチームワークも生まれていきますし、ね、協調性もね、きっとできてくるんでしょうね。だから人間としてもどんどん成長していくんだろうね。ということでしょうね。やっぱりダンスってゼロから作っていくから、それが大変だし、それが楽しいんですよね。振りも自分たちで考えてる。そう、自分たちで考えてて、ああやって踊っていくっていうことで、あとびっくりしたのが、高校から始める子が多いんですって。あ、そうなんですね。そうなの、昔からやってる子ばっかりなのかなと思いきや、なので、いや、どうやったらあんな奴隷になるのかなって。それであれだけ賞を取ってるっていうのがすごいですよね。しょうがなかった。小学校からやってる子と比べたらやっぱ差はあるもんね、最初ね。出てきますからね、絶対。それだけやっぱり練習するんじゃない、そんだけやっぱね。いや、すごいことですよ。まあでも50名といって部員も多いんですけど、とってもまとまっておりました、はい。さあ、後半はですね、皆さんの華麗な演技も少しだけ披露していただきます。あつみチャレンジもあります。VTR ご覧ください。気になるよね。さあ、ということで石原つみのダンスチャレンジ、部員の磯崎さんと鈴木さんのお二人に教えていただきました。1、2、3、4でタップが1、あ、なるほどね、正面から見たら分かった。右足を前に出してみて、その後に分解してるから分かるけどさ、下げて、はい、ジャンプした時に、体を前に少し倒しながら腕を横に行くの。あ、そうです。で、そしたら次こっち側に、左手をパンチします。どうですか、これこの私の動きは。ね、ちょっとボクシングっぽく見えるかな。ボクシングか。後ろの手が、ね、後ろに綺麗に伸びると思って。ちょっとだけ、さすがダンスで見えちゃう。俺は滑らかに見えたけど、ね、滑らかです、さあ、そしてこの後ダンス部の皆さんに迫力のダンスパフォーマンスを披露していただきました。楽しみだ。
将来の夢とか、例えば今やっている活動を今後どのようにつなげていきたいとかっていうのは。夢としては、はい、今やってるダンスをなんか利用してて、使ってとか、うまくこう活用してこうみんなにこう教えたりとか、ちっちゃい子を笑顔にしたりとかできる仕事がいいなと思ってます。ダンスでたくさんの人を幸せにすることのこう嬉しさとか、そういう自分にとっての多分こう人の笑顔を見るっていうのはすごいとても嬉しいことなので、まあ、ダンスをやるにしろやらないにしろ人の笑顔になれることに役立てたらなとは思います。部として今後の目標とかって何かありますか？今後の目標はやっぱり大会で優勝を取ることです。そうだよね、深く頷いてるもんね。やっぱり大変ですか、優勝するっていうのは。それに向けて練習をするということですね。はい、魅力的です ね、 ね、人を笑顔にするダンスをっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、私たちもね、あの演技見てたら笑顔になりましたもんね。元気出るよ ね、 ね、しかも自分たちで、ね、作った振りで自分たちの体を使って自分たちの個性を表現するわけでしょ。そう、ストーリーを作り、動きを作り、表情を作りって、もうゼロから作っていってるから、ね、やっぱりすごい。魅力的だよ、本当に、うん、入りたいもん俺、やっぱり。うん、なんならね、なんなら混じりたいですよね。やってみたい、本当。楽しいですよね、ゲートが。そう、何より楽しそうなのよ、本人たちが、みんなが。一番やっぱ心打たれますよね、その姿がね、うん。大会も近いんですよね。あ、そうなんです、うん、はい、川崎北高校ダンス部が出場する高校生ダンスナンバーワンを決めるコンテスト、日本工学院第23回高校生ダンスコンテストの予選が、うん、まあ、今月の18日と19日に開催されるということです。1週間後ですね。もうすぐですね。ぜひじゃあラブ川崎でもね、せっかく、はい、もう優勝しかないでしょ、うん、本当に頑張ってほしい、本当に頑張ってほしい、はい、石原さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。続いてはプレゼントです、はい、今回は川崎市の友好都市である長野県の富士見町にある富士見パノラマリゾートのペアチケットを5名様にプレゼントします。もうふっかふかの積もってんじゃないですか。ビュンビュン滑っちゃってくださいもう。ご希望の方は1月25日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、ということで今日はですね、ダンス部、ダンス部、やっぱがむしゃらってすごいいい言葉だね。ひたむきにこう、そう、ね、あとやっぱ目標があるということですね。ちょっと懐かしくなりますよね。なんかああいう気持ちがね、やっぱ僕も、ね、スポーツ部で部活やってる時にやっぱりね、大会目指してっていう気持ちが、ね、なんか湧いてきますもんね。何かにあれだけ集中できるって本当に素敵なことだなって思います。ダンス始めようかな。ラブ川崎また来週です。